新井よし子と美香宇田川のオールナイト日本、はい、始まりました。なんか大丈夫でしたかね。なんとなんとですね、はい、今日は200回でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。本当に皆さんありがとうございます。200回ってことは何年なんですか。今年で、ま、あの最初の2年が毎週だったんですけど、はい、2016年からでしたっけ、はい、16年の2月から、月に、ん？あ、違う、去年の4月からか月に2回になったのはもう5年目そうですか、うん、素晴らしい、ね、継続は、うん、まあまあまあ本当 本当にあの横田博之さんに始まり田代秀俊先生、そしてね、はい、美香宇田川さんとお世話になってます。200回おめでとうございます、ありがとうございます。遅くなりましたが2018年12月24日、はい、クリスマスイブですね。ということでそれに記念すべき200回、ね、200回ぴったりで、うん、はい、ちょっとね今年はあの100回記念の時のようにライブとかねご用意はないんですが、それじゃ100回記念がライブだったってことは101回から担当してるってことなんですね。そうなんです。だから99回の半分、田代先生とね。そうなんですね。本当にありがとうございます。あの時あの早稲田でね、そうです、リリー&ヨージさんのライブで、ね、はい、ライブでご挨拶させていただきました。あの時ね初めて美食感激コメンテーターの名前が本当に。ね、あれからもうじゃあ、あの100回やってるってことなんですね。あ、そうなんですよ。もう本当にあっという間です。ねえ、ということでね、提供はもう当初からの浅草花屋敷さん、そして、こちらね、足立区、あ、東京都足立区北千住にありますシーウェーブさんよりもう本当に長らくねもう200回もお世話になっております、はい、ありがとうございます。そうですね、はい、あの、まあ制作は、はい、あ、制作は、シーウェーブさんと、はい、あの東京へ結びが企画で、はい、やっておりますね、はい、はい、まあまあね、あっという間で、今日はクリスマスイブ、なんかすごいね、日本の晴天率何パーセントだったかな、 90% とか。ああ、そうなんですか、うん、1年間の中でも一番晴天率が高いですか。高い、そうです。ああ、そうですか、うん、明日雪なんて降らないですよね、まさか。うん、どうなんでしょうね、願ってる人結構いますね、うん、なんか西高東低だからねちょっと雲が降りてくるともしかすると雪がちらほらかもしれないですけどね。いやいや、で美香さんはね先月はもう感激三昧結構見ましたね、なんか いろいろとね、うんうん、犬神家ご覧になった、はい、ね、そうですか、前回もちらっとお話しさせて、そうですね、そうですね、なかなかねあれあの映画で見てる印象があったので、なんていうかどうなるんだろうと思って、あれをね舞台にされるとどうなるのかなと思いきや、うん、素晴らしい演出でしたね、うん、結構面白かったですね。面白かったです、うん、ありがとうございます、本当に、はい、そしてね、うん、あの今日は200回記念にふさわしいというか、はい、まあ、私もたまたま本当にあの東京にいて、はい、その京都と関わることっていうのはほとんどなかったんですけれども、このヒノキの会っていうね、はい、会をあのご紹介いただいてから、かれこれもう丸4年になるんですけど、そうなんですね、はい、あのよし子さん自身もはこうあの今は、ね、参加されたりしてるんですよね、はい、参加させていただいて、はいはい、でもちろんあの美香さんも、以前ねあの踊り家 あの踊り手の先生としてあのご紹介させていただいて、はい、いろんなねびっくりしたおつながり、別の顔をお持ちだったんですねそうなんです、はい、ちょっとね前振りが長くなってしまいましたけれども、はい、京都にございます NPO 法人ヒノキの会の理事長でいらっしゃいます、はい、安田紀美子さんこと、はい、まあ、舞踊家で踊り手でいらっしゃいます安田、あの安田ではないですね、花柳宗紀美先生でいらっしゃいます、ではどうぞよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お召し物が、まあ、本当に素敵な着物。こんにちは。こんにちは。今日はなんか本当にね、ちょっと洋風な感じのデザインですけど、うんうん、だけどすごいなんかあの作家さんのね、あのこの玉村A さんという方の、はい、A さんの、はい、あのであれなんですか、デザインなんですか。ただこれはね、50年前。そうそう。そうですか。ただご本人様は。なんかもうね、この古いその作品はもうあの自分の中ではその作品としてはもう 手放したものだからそういうふうに思ってないって言って、
そうですか。あ、今年、うん、でも素敵ですね。うん、私あのパッとお会いした瞬間に、ね、なんかあのイヴ・サンローランの昔のあれあら雰囲気にすごく、帯、ね、もね、うん、あの揃いでね、そうお揃いでね、そうそうそう素敵な、あの、ね、イヴ・サンローランだってすごい変わっちゃったじゃないですか。こういう感じなくなって、でも、うん、昔こういう感じが、そうなんですよ、40、50年前ってこういう感じがありました。私はもう流行は50年で巡ってくると思ってますね。そしてね、今年あの私もちらっとお伺いさせてお誘いいただいて、パリの方 の、はいはい、あのなんとパリに日本庭園があるんですけども、はい、そちらの方でねこの置物で回れたんです。うん、あの京都市とね、あのパリとの60周年の、ね、友好記念にね、60周年あの、はい、まあ、あのちょっとあの参加させてもらって、観光もてなし大使してます、うん、そうですか。それで、まあ、あの寄せてもらって、うん、まあ、私たちはあの今年はあの越野純子さんがね、あのいろいろとあのあれ企画されましたんで、まあ、私たちはちょっとあの別個にパリでね友人があの作ってはるあの茶室がありますのでね、そこでお茶会をさせてもらってきたんですけどね、まあ、あの今年行ってらしたんですかパリ、うん、6月にね。私は現地合流で、そうそうそう、ね、ね、お会いしました、ね、パリと京都ってなんとなくこう分かる気がしますね。みたいね、ことのね、やっぱりね、うん、やっぱそこ向こうは芸術のやっぱ昔から都よかった、本当にね、全てがね、そうパリのなんか石畳とかって、京都のそういうなんか三年坂とかああいうところのなんかイメージとちょっとダブルというか不思議なんですけどね、不思議ですけど、なんかぴったりとね、うん、合うような、うん、だからまあそれはあの京都市もたくさんこうあの姉妹のねあれされてますけど、やっぱり60周年っていうのはちょっと長いからかなり古いね、うん、あのあれが多分あったんだと思いますよ ね、 そしてちょっと25ほどあるんです、うんうん、あ、そうですか。あ、そんなにたくさんあるんですね。あ、もう海外とかも他にもあるんですね。そうそう、海外のね、私もフレンテとかエステもでね、中国やらもみんなもう京都市やとか風が、もうおしゃれなところは全部京都が独り占めかなかもしれないですね。かもしれない。それを言われると。ということでね、あの、ま、今日は、お越しいただいたのは NPO 法人ヒノキの会っていうのがまずどういう会か。はい、ということとね、そのヒノキの会のその東京支部っていうのが実はあの11月、まあ12月の1日から7日までちょっと私も携わってあの展覧会なんかして、匠の技と美というちょっとあの写真をね出していただきたいんですけど、あのチラシの方ですね、表の方でしょうかね、そちらの方 で、 ヒノキの会っていうのはもう、うん、何十五十年ぐらい、何十年ぐらい、30年ぐらい、もう40年近い、40年ぐらいなって、はい、で東京が発足したのが今年ってことなんです。そうなんです、20年ほど前に東京のヒノキの会があったんですけどね、まあ、あのもう皆さんそれぞれ亡くなられて、で一人だけ残って一番若い方が今の高橋さんで事務局長になっていただいて、あの頃はもう本当に世の中がすごくいい時でね、20年ぐらい、はいはいはい、であの帝国ホテルの隣のね、あの6名かなと の、 あのこのビルでね12階でいつもさしてもらってたんですけどね、まあもう今はもうみんな亡くなられて、なるほど、で高橋さんの写真ちょっとね、そうそう、高橋さんその頃やはり一番若手でやってあの江戸東京博物館の、そうそう、江戸とか京都とか設計とかにも携われた、そうそう、携わって、ね、京都博物館とかあってね、最初、うん、設計師さんなんですか、ね、建築家なんですか、建築ではなくて、そういう展示とか、展示の設計ですね、レイアウトとか、そうそうそう、うん、店舗とかね、でこのチラシもその、まあ、息のかかった方に全部依頼してくださって、本当にボランティアでやっていただいたっていう形です。30年前に見えてましてね、でなんか京都のやっぱヒノキの会で縁がねございましたからね、すごく大事に思っていただいてね、あのまあ自分も頑張るって言ってね、たまたまねあのお世話していただいてもありがたいなと思いますので、でやっぱり東京のあのなんでヒノキの会にまた再現してね来たっていうのは、やっぱりたまたま片絵染めの伊佐さんのギャラリーがね、あ、そうですね、できましたんで、今ね、あの伊佐さんのギャラリーの写真も出ますかね、まあ、これですか、あの、はい、そうギャラリー内で今、うん、
寝ている方、笑っている方はね、高橋さんで、その江戸東京博物館の、あの設計というか内装の方の設計に携われた方なんですけれども、まずは京都博物館支派でね、文化博物館、そしてあと江戸博物館ができてね、で、まあ、最後はなんか国九州の国立の博物館にもさ携わられてね、あ、太宰府のですか、太宰府にある国立博物館、はい、でちょうどね、あ、行きました、パッとうまいことなんかお出会いしたもんで、ヒノキの会のことを応援してください言うて、まあまあ、ご縁があってね、皆さんのもご縁しかない。チラシのちょっとね、あの皆さんのご紹介の10人分の作品が出る、チラシ出ますでしょうかね、日の、匠の技と美の、ね、ね、はい、裏面の、ね、あのヒノキの会っていうのはだいたい40年ぐらい前に、うん、あの始まったのはだいたい伝統芸能を楽しむ会から始まりましてね、うん、で、まあ、そういう芸能の方とかお呼びしてね、で私やとちょうどヒノキ舞台がありますの で、はい、でそこで2ヶ月に1回、うん、あの芸人さんとか来ていただいてね、でお話やらして語り合って、あとみんな懇親会みたいな、それが40年前にあってね、うん、でまあまあここ今NPO になってから15年なんですけど、はい、それまでずっと続いてたんですよ、はい、でもまあ皆さんも亡くなっていかれたんですけど、今まあ2代目さんとか3代目さんのね、この鏡の方とか、ね、みんな、まあ、ちょっと今、ね、チラシを出していただいてるんですけど、右上の方のお着物がまさにあの宗吉先生が今日着ていらっしゃるお着物の、うん、玉村さん、あの染色家でいらっしゃる玉村先生、ね、で今日あの京都でね、今年11月の11日高台市の方であの芸能フォーラムというのを毎年されていらして、ヒノキの会さんの文化フォーラムを、であのその文化フォーラムの時に玉村先生のお話があったりとか、あとあの、まあ写真がねちょっといくつかあるんですけれども、あの宗吉先生が高台寺の方で、本堂で会われたりされて、うん、本当にね、まあ、素敵なあの何とも言えないね、あのねねのお寺さんで有名なとこですけど、真っ白で、そう雪のね、素敵ですよね、高台寺さん大好きです、うん、夜ライトアップとかも綺麗ですよね。そうですね、うん、これが文化フォーラムのね、玉村先生のちょっとあのシルエットになっちゃってわからないですけどね、まあ、この真ん中の方が玉村先生ですか。そうです、はい、大きいな。でとにかくあのちょっとねこうお話がとても面白い先生なんですけど、あのなんていうかご自身がどうして染色家になろうと思ったかっていうところからのお話 でかつまああの実は京都って分業制なんだそうなんですね、うん、ところが全部もう最初から生地を選んで、模様を決めてご自身で作ってそれを自分で生地に染めていくっていう作業まで全部される、のり付けから、うん、そういうことをなさっているっていうのがどうしてかとかね、それからあのどうやったら人をきれいに見せられる着物を作ることがあのできるかっていうのをいかに工夫しているかっていうのをあのいろいろお話ししていただきました。うーん、本当にすごい面白かったですね。でこの展覧会ではこの皆さん作品はお一つずつの展示なんですか、なんか何点か展示されるほぼ1点ずつ、ほぼ1点ずつなんです、ね、じゃあこれがもう展示されるそのもののあれですかね。そうですか、じゃあもうこれを生で拝見できるわけですね、東京で拝見。あ、いやもう終わっちゃったんですね。終わっちゃったんですね、あ、これは終わっちゃったよ、12月1日から3日までね、あのちょっとご紹介までね、ちょっと時間が短い間だったので1日から7日で、しかもスタートが11時から午後の5時かな4時半かな終わっちゃうのが早かったっ、ね、これ30年平成30年だもうね、あ、終わったばっかりですね。そうです、はい、そうですか。また毎年ね、あの、そうですね、しようかというので、ね、私も混ぜていたので、ね、毎年しようかという年に1回、うん、であの片山正美先生とかね、うん、あの作品が実にね面白い写真があるんですけど、うん、あの今こちらのねチラシの方に先ほど出てた赤いのは、うん、結構 ね比較的大きなあのお花を生ける花器だったんですけど、うん、それ以外にこう
人がちょっとちっちゃいね女性が器のヘリにこうへばりついてね、なんかねすごい可愛らしい、とかなんか交互もしたね、はい、あの椿の形の、そうそう椿で交互、ね、写真とかねあるかな、これは一応牡蠣なんですか、うん牡蠣です、その赤いのは牡蠣ですね、和風でもあり洋風でもあり、なんか面白いな。片山先生の、ね、作品は、まあ、何点かあったり、それからすごくびっくりしたのが、あの私自身もあの初めて本当に間近に見た山本先生のね、敦久先生の、和経、新経、ねこれですね、魔経師っていうことでね、あの魔経っていうのはなんかその磨いた鏡の面に像が映るそうなんですけど、あの今回はね、もう本当に綺麗に磨かれたのが、本当だすごい、魔経って言いましてね、隔離キリシタンの魔経を再現、こちら の, あのおじいちゃんがね昭和に再現させはった、昔元禄時代ぐらいにあったみたいですけどね、だから随分探しにかはてね、残ってへんかいうね、う天草やらいっぱい、あの児玉清さんとね、はい、NHK で訪ねていかったけどなかなかなかってね、私は上五島列島行った時に、あこの辺にあの違うかなと思ったけど、うん、教会がみんな地下にある、教会が地下に、見えへんとこに隠れキリシタンだから地下になってて、ね、穴蔵みたいなところにあるんですよね、そうなんですね、であの辺行ったらあるかもわからんなと思った、まあ、あのあんなは自分らで下田八坂やね、まあね、本当にあのちょっとこうお話をねテーマに沿ってというか、あのお話ししていただきたいんですけれども、あの京都の作家さんたちをどうしてその京都から東京でこう紹介されようっていうふうに考えられたんでしょうか。あのね、私もこの間京都の市役所にちょっと行きましてね、はい、またまたま NPO ほらあの京都府京都市のね役所のことなので ね,、はい、そうですね、あの何かの届けはいつでも出さんなりませんやろ、はい、でその時にあの私はもともと東京が好きなんで、うん、踊りの会でもねさせてもうたり、うん、いろんなもう能楽堂セルリアもみんなやってきて、うん、まあ、京都の人ってあんまり外出ない、うん、いらっしゃいっていうような、ね、うん、物作りの人でもね、うん、で織物でもそうですね、着物でも京都へいらっしゃいって、うん、だから私ら若い時見てると、あの東京で今亡くなりました千田さんとか、うん、有名なあの呉服屋さんがね、みんなやっぱり京都で来てあつらえたはんの見てまして、おらしたはんね、うんうん、でなんで知ったはんのかなと思って、東京のええのにと思ったら、東京風の柄を京都で織らした、うん、でそれを見てて、あなるほどなって、やっぱ織元は京都やから、うん、そういうなものを京都、やっぱり東京の柄ってありますね、うん、京都とちょっとまた違いますわ、うん、風がね違う、で私はまあ江戸小紋とか大好きなんですけど、うん、京都はまあ友禅とかね、はい、柄もね見慣れなんだけど、東京はどっちか言ったらあんまりあの無地とか、うん、でパッと裏返したらなんかあのね、うん、自慢の洒落たもんとかね、うん、東京は割と洒落てますね、その裏返しも、うん、裏返したら見ちゃった見ちゃっただからその洒落てますね、私は東京が好きなんだけどね、うんうん、まあまあそんなして、まあ東京の方も京都に来てそうして織物してはったように、うん、やっぱり京都はやっぱり出さない、うん、あまり自分とこのね製法とかは守ってはるんでね、うん、その代わり何百年とね、うん、出たらもう多分むちゃくちゃになりますやんか、壊れていくしね、だからあのうちの隣のあのお菓子屋さんってね、あの、はい、あの17月16日だけ作らはる行者餅のね、はい、あそこでもうもうそこ行かな、うん、そこしかない、その日しか出さないっていう、ね、そういうのやったら。でやっぱりあの最初継がはった時に400年の歴史があるね、あそこはね、うん、行者餅ね、でもともと宮内御所に納めたはってね、はい、であのその時にあのおじいちゃんは、今のおじいちゃんはその息子さんが継がはらへんかって、お菓子屋さんをその難しいね、なかなか大変で、その時にあのやっぱ言われはったことは、うん、あのあなたに受け継いでもらうけども、うん、まあ品質を落としたらいけない、うん、絶対質を落とさないでくれって言われたってようで、私も言うてはりましたけどね、
やっぱり手作りやったから、そうですね、お菓子もみんな手作り、ね、今も手作り、やっぱりそういうその京都の方は守られることが強いから、なかなか発信が、そうだからその、うん、まあまあ今若い人はね、またどんどん海外やらもみんな行ってありますけども、うんはい、まああのあまり外には出さない、ね、その作り方もまあ見せてくれない、この坂さんでもなかなか、うんね、私らでもお友達でもやっぱ作ったとかなかなか、うん、ちょっとねあの、うん、企業秘密みたいなもんですよ、何でもな、ね、物を作るはるとか、うん、それは店やらへんとこもあって、ね、私はそれを役所の方にね、なんで東京区、まあ、まあ、芸は、まあ、私らは江戸は踊りで今日は舞とね、うん、思ってますねけど、うんうん、まあ、今偉いの八千代先生なんかはね、どんどんね、井上八千代先生ね、まあ、東京に出てきたり海外へ ね, ねあのの持っていったはずは偉いなと思いますねけど、うん、なかなか京都の人はその外へ出ないしね、うん、そういうことで、うんまあ、東京にもそういう発信する、そんで私は、まあ、いいものは皆さんにも見てもらって、うん、でなかなか見られへんものもありますのでね、うん、こう中上とかなかなか見られないのでね、まあ、あの正倉院の文様とかで、ここらだけが正倉院の方を取れる方なんでね、うん、お師匠さん、あの先生はあの無形文化財でね、うん、でそんなのをちょっと私が知ってるもんですから、でまあ、あの東京の門を、うん、あの京都の門を東京でさせていただきたいなと、紹介するということですね、ご紹介ねして、うん、やっぱり皆さんに知ってほしいっていうか、うん、なるほど、やっぱりあの知識としてね、みんな日本の伝統の文化はやっぱり、うん、知っていただきたいなという、ね、写真なんかはね、山田楽前さん の, あのそれを、まあ、芸術の今回、まあ、たまたま芸術の融合という感じでね、あのちょっと、まあ、タイトルをしたんですけど、まあ、あの私たちはもともと芸能ですので、うん、まあ、あのこの中でもあの出てませんけど、特急に飾ったんですけどね、この間賞状舞いましてね、そうですね、赤いね、赤い生地の写真が2枚ほどあると思うんですけど、赤いあの玉村さんが世界一薄い絹なんですよ、それを染めてくれはって、赤に今この中でね、ちょっと別個に持って行ったんですけどね、はい、でこの方の金箔で藤井金さんのね、うん、近藤さん の, あの箔の箔をねちょっと施して、うん、でまあ、それを舞台にこれですよね、かけたんですけどね、あ、まあ、あの非常に話題性ができて素晴らしいものでしたね、これはもうね、この絹はもう幻の絹、うん、去年のあの実は去年の11月ですね、はい、国立能楽堂の方で、絹も京都でおられてるんです、これは違うんですか、これはこの絹自体は薄いね、川又市って福島県だったかな、川又市でおられてたもんで、まあ、もうこの絹はもうないんです、ないんですか、うん、違うのはしてあるけど、うん、もうこの絹はないらしい、ね、うん、でたまたまこれはこの金箔のハラハロその下にね、下地になる絹らしくって、うん、でまあここらほら材料とか何百年とかのみんななくなるから仕入れとか貼りますね、ちゃんとね、うん、まとめてね、置いといてね、置いとかはんね、うん、だからそういうたまたま私が何かちょっと変わったことをしたいし、何かないかなと、お師匠さん、あのうちのこの絹持ってきてあげましょうかって言ってくれはって、ね、これはもう幻のね絹で、もう15年前に耐えたっちゃから、もう二度とられへんよ言わはって、へえとか言って、ちょっと白だけで若し症状したいしな、赤がないなという症状ですね、うん、症状 ね, それでね、だから赤やからね、うん、で赤にって言うとこんな染められしまへんねんちょっと言わったんですけど、玉村さんに来たら染めてあげるよで舞台でお使いになったわけです、そうなんです、症状を、ま、回れて、うん、素晴らしい、今のこれつけてね、あの症状もね、先生のためにあの 演奏というか、う、音楽も作曲されたもので、ね、あのしていただいてね、作っていただいた曲なんですけどね、本当にね、まあ、今の大学生の方も200名ぐらいご招待したんですけどね、まあ、そのともかく洋楽しか聞いてはりませんね、今学校で、で我が子のね、悲しいことにね、素晴らしい、もう素晴らしい言うて感動してくれて、今なんか授業に取り入れね、授業で教材でねやってはるということね、まあ、教えられる方がいないからしょうがないっていうのもあるんですけどね、そうですよね、だからもっともっとね開いてね、あの若い人たちにそういうものに触れていただくね、うん、それはもう京都ってね意外とあの
あるんですけども、うん、なかなか幸せはしまへんね、うん、で私は東京の方がもともと好きなんで子供というか神田来てますのでね父が、うん、だから東京の先生にお願いして、まあ、大学生たちに若い人たちに、うん、そういう芸能も、うん、そしてこんな伝統技術も、うん、あの学校の中にね、うん、授業に入れてあげてほしいなというのが一番のね、うん、まあね、そういう目的もありながら、和っていうともう京都ってイメージがね、まあ確かに ね、 ありますね。例えばこういうせあの帯揚げだとかそういうのも、うん、さっきお話したあの浅草の芸者さん、芸者、芸妓衆とかは、うん、ほとんど京都で買いますよ、うん、あ、そうなんですね。あのこういう小物に至るまで、ね、見えないところ見えるところ小物に至るまで、だいたい京都 で、 そうだったんですね、はい、この帯留めはね、うん、あの金から変えてこの官室の人の楽禅先生の、うん、で金から変わっていうここのね、うん、作風なんですけどね、これはあの調べるとギリシャのね、うん、本の表紙やったらしい、金から変わっていうのが、でそれを作品にあのしはったらしい、このおじい、うん、お父さんがねこの方の、うん、でも、うん、なんていうんですか、あの茶入れ、お茶入れとかね、お夏目やらでも金からこのお夏目やらでね、 あれですね、分かりました、こうデコボコしたところに白をこう貼って、それをこうこすり、こう磨き上げながら、これらでね、なるほど、ずっと私がこれお願いして作ってもらいまして、すごいですね。犬年でね、あの向かい絵と持つのがいい。向かい絵と自分の向かい絵と、何でもいいですよ。ブローチでも何でもいい、うん、私立つですさかいね、うん、で向かい絵とか犬、うん、なるほど、もう両方あれなんですね。あ、本当だ、すごい、うん、じゃあちょっとねお話が、あの金から紙の、あの技法の楽禅先生の、ね、作品のところから、ちょっとお休みして浅草花屋敷さん情報に参ります。はい、ね、じゃあこの間はあの映像はお休みで、ちょっとしばしばお休みくださいませ後半はまだあのお写真今年もあと1週間で終わってしまいますね。花屋敷は年末年始休まず営業いたします。まずは大晦日営業情報です。12月31日月曜日は通常営業、午前10時から午後6時終業後、なんと午後8時からなんと深夜1時に大晦日特別営業、みんなで年越し花屋敷を開催いたします。ということで、イルミネーションが輝く中、アトラクション7機種が乗り放題で楽しめます。また園内多目的ホール花屋敷座では、年納めお笑いライブを開催いたします。入園料は別途になりますので全2公演となっております。カウントダウンイベントを行う会もありますので、2018年最後に大笑いしながら新年を迎えたい方におすすめです。チケット情報など詳しくは公式ホームページをご覧ください。はい、そしておなじみになりましたイルミネーション情報です。夜のロマン遊園地ルミ屋敷が開催中です。日本最古の遊園地浅草花屋敷がお届けする大人のための夜の遊園地営業です。桜ロマン満開のイルミネーションに包まれながら夜の遊園地をお楽しみいただけます。大切な人との時間をより一層楽しく温かくするために約5万球のイルミネーションが皆様をお出迎えいたします。稼働アトラクション6機種は乗り放題、20分間隔で開催される光と音と水の噴水ショーや、園内7カ所に設置されたフォトスポットでは昼間とは違った花屋敷をご堪能いただけます。そして今回はお化け屋敷が幻想的なホラー空間として生まれ変わりました。ルミ屋敷だけの特別な恐ろしさと美しさを兼ね備えた世界へとあなたを誘います。まず年明け2019年3月31日までの同日祝と冬休み期間に開催予定です。一部除外日もございますので、ホームページに、開催日日程をご確認ください。営業時間は通常営業後午後6時半から
夜の9時となっております。そして次はルミ屋敷の中で開催されるイベント情報です。リアル謎解きゲーム夜桜の国と黒の姫が開催中。イルミネーションが輝く夜の遊園地で謎解きゲームが楽しめます。すべての謎を解き明かし脱出することはできるのでしょうか。前売り券はただいま発売中です。詳しい開催日程は公式ホームページをご覧くださいね。開催中、定期開催中の花屋敷プロレスリング、通称花プロは第9シーズン第6節に突入ということで、大人も子供も熱くなる遊園地式バトルエンターテイメント。年内最後の大会はなんとなんと12月29日土曜日にて花屋敷園内多目的ホール花屋敷座にて開催いたします。また12月29日土曜日の通常営業中には観覧無料の花プロ体験ちびっこプロレス教室も開催いたしますので、ぜひお越しください。入園料は別途必要なのでご注意ください。続いてバーベキュー情報です。花屋敷バーベキューガーデン2018が公表開催中。花屋敷では手ぶらでも雨でもバーベキューが楽しめます。またランチバーベキューハッピーアワーバーベキューは事前予約で入園料がサービスとなっておりますので、遊園地で遊んでからバーベキューへ、バーベキューをしてから遊園地ということもできちゃいます。ぜひぜひ花屋敷バーベキューガーデンをご利用くださいませ。最後に花屋敷からのお知らせがあります。2019年に花屋敷の新しい象徴として新ホールの歌劇場、花の劇場と書きます、こちらがオープン決定いたしました。多目的ホールとしてライブや演劇、トークイベント、展示会、商品発表会、さらには格闘競技など多様なイベントを展開いたします。花屋敷の原点である花園、花の園に立ち返って立体多目的ホールと桜を掛け合わせた新たな花屋敷の象徴を築いてまいります。新ホールの建設に伴い一部園内は工事エリアとなっております。一部通行止めエリアと運休アトラクションがございますので、ご来園の際はご注意ください。浅草花屋敷は小さなお子様からお年寄りの方まで老若男女が楽しめる遊園地。浅草花屋敷公式ホームページやツイッター、フェイスブック、インスタグラムもぜひチェックしてください。ありがとうございます。はい、ということでね、そうですね、なんか500人ぐらい入れるらしいですね。ね、そうみたいですね。はい、そうなんです。来年何月でしょうね、5、6月ぐらいになるんでしょうかね。なんか結構早め、なんか私、半分第一で目の前に花屋敷の方々がいらしたんで、結構 早そうですよ。あ、そうなんですね、うん、2月とかですか、うん、2、3月ぐらい、うんうん、あらま、結構早まってるみたいです。お、それはそれは楽しみですね。楽しみですね、うん、ちょっとね、222回の来年11月は花屋敷座じゃなくて、その歌劇場でできたらな。あれ、そのままあるんですかね。うん、そのまま残すみたいですよ、今のところ。あれ何人ぐらいでしょうね。100、200人ぐらい、うん、私もちょっと使い方によって違うみたいですけどね、うん、結構いいですね、浅草に行く、そういう小屋がいっぱいできてくれると嬉しいですね。嬉しいですね。東京はよろしいわいろんなところがたくさんあ、それを言ったらね、京都はほら南座がまたちょっと写真ね、うん、ありますけど、時間かかりましたね、あれずいぶんね、そうですね、何年かかりました、おねぎ見張りました、おねぎ、テレビでテレビで拝見しました。すごかった ね、あれは3年ぐらいかからったんちゃいますよ、ね、結構 ね長いこと、うん、私も毎年舞踊協会がやったはてね、うん、舞踊の会にずっと出てましたけどね、うん、チャリティの3年間ちょっと休まったらちょっとなんか寂しいなと思って、ね、そうですよね、普通春秋座とかでいろいろやったり、ね、代わりをいろいろ、今候補のカープリンジもやってはりますね、うん、大臣を、ね、都踊りも、ね、みんな来年はみんなもう南座でしゃ、もともとあれですか、都踊りは候補のカープリンジョでずっとされてる、あれですけどね、私らちょうど終戦後の頃にね、ちょうど直さはって、それまで進駐軍のね、はい、あそこをみんな取られてましたね、おっしゃってましたね、もうみんな取られてた、ね、料理屋さんも取られてたしね、みんな何ていうの、座敷がみんなホールになってね、ダンスホールでしたよ、みんな。なんかね、先生窓からこうやって覗かれてたって、そんな時代があったんですね小学校の時ダンスってどんなんかな、東京だけじゃなく京都もそうだったんですね。京都はそんな人やな、どうもないから、うそういう屋敷とか、まあ、住友別邸とかいろんな、まあ、たくさんありますね、京都はそういうのね、うお屋敷があってね、
そこをみんな取った真鍮群。なるほどね。でそこがみんななってて、そこで、まあ、祇園のあそこはあのキャバリーやった派でね、ダンス、うん、ダンスホールになってまして、ずっと後部のカブリン場も、ダンスでどんな。その時はじゃあ宮古踊りはまだできてなかったんですか？ん？宮古踊りはどこでやってたんですか？だからどこでしたって、まあちっちゃいところでやったはずと思いますよ。そんな大きい後部のカブリン場、私が高校ぐらいになったんやね。それまではそんな大きくなかった。ただ今今度ホテルにしはるんやけどね、あのなんか帝国ホテルができると思うんやけどね、そこは八坂会館で左側にね、はい、あのもうそう古い建物がありますね。うん、それそこもキャバリーやってんけどね、そこを今度帝国ホテルが来るみたいですよ。あ、そうなんですね。じゃあ京都も随分様変わりしますね。変わり、ま、もうほんま変わりましたよ。うちらの辺でもホテルばっかりや、もう料理屋さんもないしね。うちの私の地元の浅草もホテルばっかりそうですね、ちっちゃいのが増えましたね。ホテルねえ、ということでね、ちょっと話はね、ないそれまくっておりますが、まあね、あの NPO ヒノキの会さんのね、本当にあのはい、お話に戻させていただきたいと思います。伝統、はい、そうですね。さっきなんか、さっきも戻しますけれど、さっき御所人形の、うん、あの島田浩二、これがあのルイヴィトンのなんかあれなんですか？今ね、ルイヴィトンのね、あの、したって、ルイヴィトンが何かこの間もちょっとそういう日本の伝統の工芸を、うん、のね、そうそう、うん、甲冑のやってますね。なんかそういうあの会っていうか財団みたいな作って応援されてるみたいで、ね、うん、確かにあの日本人の女性、若手の女性の方がディレクターでやってますね。そうでしょ、うん、はい、まあそんなわけでね、あの写真はね、山田楽前先生のあのこのね、まあ女性の先生なんですけど、乾漆作家って書いてあるんですけど、漆とあのちっちゃなね、こう螺鈿って言って貝のあの裏側にねついてるキラキラした虹色のものがこう、ここにもついてる、書いてる、ここにもついてる、ここにもついてる、これ入ってましたやろ、入ってましたね、これもね、あの漆ってちょっとこれ乾漆なんですよ、このね写真あるんですけどね、うんうん、だから木やなしに乾漆っていうのは土台が木と違いますね、うんうん、普通はほら木にね漆塗るのなんでしょ、はい、漆は、はい、でこれ下地が、ね、朝なんです、へ、朝の糸を、これ、ね、下の台がまるでね石のようなんですけど、そうそうそう、これも実はあの作ってるんです、うん、ね、貝が入ってましたよね、入ってましたね、綺麗なキラキラメキシコ貝ね、うん、今にもね、なんか動き出しそうな、で私この形が琵琶湖と違う、ね、確かにちょっと似てますね、琵琶湖みたいな感じでしたやろ、皇后やけどね、パッと蓋開けたら皇后になってますねけどね、島田公園先生の御所人形ということでね、御所人形も可愛いな、栄養かわいい、私は島田先生の和光の、うん、あのところで うん、やっていらした時に初めて見て、まだ存じ上げない時で、まさかご本人にね、あのお会いできるとは思ってなかったんですけど、私もそのヒノキの会の方でやっぱり3人か4人ぐらい、やっぱり毎年和光でね、あの個展してありますわ、写真ね、ありましたかね、島田先生の写真、あと小筆先生のね、この可愛らしい、あ、ね、あの笑うっていう、ね、なかなかね、書の、うん、でまたニコニコしてはってね、うん、顔もそう、うん、そう、あなたそこにはったらあなたそのままですねって言うて、いい人やったわ、うん、フランスやら行ったりしてね、書をねすごく海外でね、あの海外にね、すごく女性ですか、男性ですか、女性ですよ、うん、はい、ね、前回も私あのよしこさんとご一緒した時に、うん、あの書もお書きになる方ね、あの方も、あの堀内恵子先生ね、恵子、うんうん、先生もね、海外に、海外でねっておっしゃってましたね、宮崎の先生なんですけど、そうそう、昭和よろしいな、うん、それからあとこのギャラリーのね、あのオーナーでいらっしゃる伊佐先生は、あのギャラリーの看板があるんですけど、伊佐、ね、うん、ギャラリーさんのね、でこの場所を、まあ、まずは東京支部の、まあ、本拠地としようということで、ちょうど日本橋のいいとこに、佐さんの、ね、いいとこですね、すごくね、うん、もう本当にあの高島屋がちょうど SC 館がオープンしたばっかりだったの で、ね、でびっくりしたのが、あの今お堀のところがずっと下は駐車場なんですよね、あれそうですか、外堀のところか、うん、で、あの今はあの昭和通りって名前になってますけど、その地下があの駐車場で、
で高島屋からそのまま濡れずに傘持たずにずっとくぐっていくと上がったらすぐのところがもう森行きを通らないで、そうそうそう、いいわ、私も全然途中から教えていただいて、うん、今も今も、もうてか、ね、オープンギャラリーオープン の, あの私たちのこの展示の最中かちょっと前ぐらいに、まあ、通れるようになったらしいです。そうですか、すごい楽でした。まああのこの展示以外でね、あのもうこの展示は終わってるんですけど、このイサギャラリーさんっていうことで、絵型紙っていうことでね、展示を常に風呂敷とか展示をされてるんですね、うん、そうギャラリーショップなんですよ。すごいね、素敵なあの商品がいっぱいあって、場所もいいよね、うん、場所もいいですね。でイサさんの作品は写真出ましたかね、イサ先生のね、これな、うん、見てね、万葉のあの関係ね、これ黒と白ばっかり出したけど、めったらみんなこれ色をね、そうですね、色のやつが私ね知らなかったんですけど、うん、型紙でどうやって何をどういう風に染めるのかと思ったら、型紙切ってから、うん、白く抜けたところが色のり、あの、のりを置くんですよ、ね、のりを置いて、逆に紙切ったところをその抜いてから、抜いた後に染色するんですよね。なるほどと思って、どうやってこうされてるんだろうと思ったら、なんかちょっとあの体験もさせてもらえるし ね,、うん、そ, うですね、そういうのやってらっしゃるからね、また皆さんに応援してもらって、なんかね東京支部ではいろいろなワークショップをやろうかっていう話なんかも盛り上がってます。そうなんですよね、はい、今もやってはりますよ。そうです、ね、来てはりますよ若い人、あら、うん、あなたやってるの、だからそれやってますとか言う。久田さんもいい方でね、ほんまさっぱりして ね、あの京都でもいつでも12月にね、来年の干支のねなんか作ってくれはる、ね、京都と東京で両方でこの方のね、あの体験させてあげてって、この間もちょっとすごくいいですよね、楽しいですよね、楽しいですね。伊佐先生はびっくりしたのが、あのこういう型染めがお父様からこう継がれてるんですけど、ご自身は日本画家なんですよ。そうなんですよ ね、金沢美術工芸大学のすごく繊細な、ね、日本画描かれるので、僕は画家です、僕いやいや本当そうです、画家ですよ、ごめんねっていうで、ね、あのあとデイチさん の, あのアクリルのね、あの作品とかもすごい素敵、モダンな、デイチさんはあのやっぱり代々あのお父様がね、やっぱり、お着物であったりとかそういったところにあの絵を描かれるお仕事をされてて、その門前の小僧じゃないんですけど、美大出ていらっしゃらないんですけども、なんかねすごく素敵なね、あの梅の絵を描かれたりとか、今回はねちょっとあの型染め的な絵柄のものを作られてるんですけど、どちらかというとプロデュースの方を中心にされて、英語が堪能でね、まあ、そうですよね、うん、何でもできはるからね、うん、そうですね、すごいですね、綺麗ですね、でもお父様が素晴らしかったから、やっぱお父様の残さはったもんをやっぱり引き継いで、ご自分もいつもねそれをちゃんと思って、今もあの着物を飾ってありましたけど、やっぱお父様の素敵なんやって、私はほらお父様と友達だったんで、そうですよね、それで、まあ、あの素晴らしいの知ってますんやけどね、あのよう着物を作ってありまして、ああそうだったんですね。そしてね、なんといってもあの去年 の, その能楽堂の時のパンフレットの表紙を飾られた近藤藤金さんのね、この作品、ね、これねちょっとびっくりだったんですけど、あの近藤さんのお写真もねちょっとご本人のお写真交えてあると思うんですけど、うん、すごくね朗らかで、あのほわっとした、ちょっとどっちかいうと大阪の人と間違えられるような ね、 そんな感じやね、まあ、四国な香川県のでやからね、やっぱりちょっとねちょっとね、あの京都っていうより、あのちょっとこう関西っていう方の雰囲気ではあるんですけど、あの金箔をこう何重にもね貼り重ねて、この盛り上げていらっしゃるんですね。その技法、私たち日本画の一般的な技法には全くない技法なんですよ。金箔の世界でもないの彼一人だと思いますよ。やっぱり箔のことをよくご存知だからこそできる技なんだなっていうのをいろいろねお話伺いながら知ったりしたんですけど、まあ、とにかくこのヒノキの会のメンバーの方たちっていうのはもうすごく
興味津々。腕の立つ。ね、その道では、そこにちゃんと、いや、私は。いや、もうほんまにね、すごいですよ。笑いさんも本当にすごいなと思うんやけどね。混ぜていただき、見張る目線が違う境にね、うん、そうですよね、素敵やなと思って、ね、私らもほんまに信頼してますんだけど、ね、うん、褒めていただき始めたらね、剥がれてきました。本当に、でも本当生でね拝見したら、そう、本当相当すごいんでしょうね。だから私、ミカさんにご案内をお渡ししそびれちゃったのかな、お渡ししたつもりだったんだけど、多分ね、超忙しい習慣だったと思います。そうでしたかね、で4時半で、そう、終わるのがね早かったんですよね。せめても7時ぐらいまでやってくれた。そうそうそう、ね、ちょっとね、あれはね、やっぱりあの辺はやっぱもうちょっと遅までせな、そうですね、遅から始めてね、遅までね、開けさせてもらったら、会社帰りの人がね、見に来られる時間まで、やっぱ朝早く開けてもね、やっぱりサラリーマンの方が多いから、やっぱりね、お昼ぐらいからまた夕方をちょっとね、長くするといいかな、とかね、ちょっと反省点でございます今後ということでね、ちょっとあっという間で話がそれそれの、近藤さんもそういう風に言ってはりましたけど、そうでしたね、これって千住って、千住って北千住、千住宿、これは違うんですか。あ、はい、そうです、そうです、なんですよ、この江戸太鼓 の、うん、あの有限会社北屋さんってお菓子屋さんは北千住の和菓子屋さんなんです。友達でね。そうですか、はい、で応援してくれた、相撲通りの時で、今回も出してって言ったら、今度これ作ったから、そう、君さんこれ乗せてって言って、ね、その日にな、みんな20個ずつ遠くへお持ちになったんですか。いただいてね、本当にありがたいことで、千住ね、社長の田口さんね、ありがとうございます。ちょっとね、応援してくれはるね、人も作っとかありがたいことです。ということでね、もう本当にこれから東京の方もね、応援していただいて、ぜひね、NPO ヒノキの会、これ会員制でね、一般会員も募ってますね。私も一般会員からスタートして、今も一般会員であるんですけれども、まあ、ちょっとね、いろいろお手伝いさせていただいたり、ぜひね、ご縁ですよね、はい、本当に京都の作家さんたちといろいろ触れ合ったりとか、お話を伺ったりとか、素晴らしい、ね、方たちだよね、本当に、で芸能の方でもね、ちょっと能楽の家元さんのとかね、みんな狂言の方とか、なりもんの人とか、みんな芸能の方もやはりもともと伝統芸能を楽しむ会から始まったんで、まあ、芸能、でもこっちには、美術、こっちは美術、こっちは美術ってことなんですね、ヒノキの会は、うん、まあ、こっちも限らない、東京でもしますけど、たまたま今回はもう急やったんで、ともかく東京のヒノキの会ができたお披露目っていうかね、ご挨拶に、これ前の方とかも入ってるんですね、はい、すべて東京発信するための東京支部なので、また芸能の方もさせてもらいますので、ぜひぜひ、また、ね、若い人でね、いろいろとね、そういうことをまた楽しんで、まあ、江戸と京都でございますけど、仲良してもらって、本当にね、憧れですからね、江戸からすると、京都は、ね、本当そうなんですよ、うん、この、ね、北谷さんの社長さんもおっしゃってましたけど、京都大好きって言ってね、だからもう京都、私らは東京が好きできてますね、私の友達、よう、そんな毎月行くなって言わんけど、別にね、いやいや、すごいことです、6年間毎月来ましたけど、よう行くなって言わせたけど、よう行くなってね、2時間半したら来れるし、うん、まあ確かにね、まあ、来月私お邪魔いたしますがね、まあ、なんていうなんか、東京の風が好きですね、うん、風が、やっぱり東京の人が京都憧れるように、まあね、京都の人は割と仲いいんですよ、割と、うん、で私らの銀座会とかようね、高島屋でやってはりますやろ、うん、銀座の店が見なきゃはるね、うんうん、で私はちょっと履物が好きなんで、もう若い時から銀座のあそこで買ってますんだけどね、もうこの電屋さんで買ってるんだけど、もう草履よその買うたことへん、うん、旅と、うん、履物は東京はもう履き倒れやから、ね、うん、大野屋さんの旅と電屋さんの草履や、ね、うん、もう全然違うの、軽くって、うん、やっぱ鬼門は東京よ、なるほど、鬼門はね、ちょっと上の方に来ると京都みたいな、と京都怒られるけど、まあね、東京好きやなって見ればけど、やっぱり、うん、いいもんはいいね、そうですね、その土地のやっぱりいいもんもね、
私らはもう地球人やからどこ行くも外国でもどこでも行きますけどね。なんでなんか起こしやすっていうのがあのわざわざこう越していらっしゃいましたっていうのがね、おいでやすいとかね、そういう話があったりとか、またぜひね、ちょっとあの京都弁で面白いね、やっぱりね、何気ないけどね。あっという間でございますが、はい、あの本日は NPO 法人の、はい、またよろしく。ヒノキの会の理事長でいらっしゃいます安田紀美子さんこと、踊り手でいらっしゃいます花柳宗君先生に来ていただきました。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございます。来月1月新年もよろしく。新年会です。ありがとうございます。この新しい生き方を残そう。